皆さんこんにちは。7月半ば、世間は夏休み。私たちも週末を利用して2泊3日で尾道しまなみ海道へ旅行に行きました。車であれば福岡から尾道まで約5時間、運転疲れしてしまいそうなので、今回移動手段は新幹線です。博多から1時間半ほどかけて広島の福山駅まで向かいました。福山駅に到着、駅のホームに降り立つと目の前には福山城が出迎えてくれます。福山城は日本一駅から天守閣が近い城として知られているそうです。またバラの町である福山は、駅を出てすぐのタクシー乗り場にはバラの花壇があり、駅前を彩っています。駅から続いているバラロードやバラ公園など、バラを巡りながら福山を堪能することができるようです。今回バラ巡りはできませんでしたが、次回バラの綺麗な季節に行ってみたいです。レンタカーを借りました。福山駅近くでレンタカーを借りて尾道市街地へ向かいます。車だと40分弱、 JR だと乗り換えなしで20分ぐらいで尾道駅に着きます。今回は何かと車が必要そうなのでレンタカーを借りました。今からあの山の上の千光寺に行きます。ロープウェイで登っていきます。高架下を抜けると千光寺山ロープウェイ山麓駅があります。チケットを購入して山頂へ向かいます。朝の9時から夕方5時ごろまで上りも下りも15分間隔で運行しています。ロープウェイを利用せず徒歩へ山頂へ行くこともできますが、かなり急な坂が続いているため、上りはロープウェイで行くことをお勧めします。本日は千光寺山ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございます。ここは昔、山全体が聖地として修験道の修行の場だったそうです。そのため尾道には古い神社やお寺がたくさんあります。神社やお寺の上を通過するなかなか珍しいロープウェイに乗って、尾道を代表する観光スポット千光寺公園まで約3分の空中散歩。左側に見える美しい朱色のお堂が千光寺の本堂です。本堂の上を通過してしばらく進むと、もう少しで頂上。頂上にある公園には展望台もあるので、早く尾道の街並みを一望したいです。ちらりと振り返って尾道の街並みをフライング、快晴の空と相まって最高。走行しているうちに、千光寺山ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございました。まずは千光寺頂上展望台ピークへ向かいます。螺旋階段は大きなカーブを描いて展望デッキにつながっており、階段を登っていく途中も景色が楽しめます。デッキは全長63メートルほどあり、立橋のような作りになっていて、展望デッキに上がった人が誰でも視界を確保することができ、絶景を楽しめる作りになっています。快晴の空の下、尾道水道や日本遺産となっている尾道の街並みを眺めます。文学の小道を進みます。千光寺公園の山頂から続く尾道ゆかりの作家、詩人の名作が綴る静かな散歩道です。正岡子規の俳句が書いてあります。点々と続く自然石に刻まれた25の文学碑が点在しています。文学の小道を下っていくと千光寺にたどり着きます。この時期はちょうど風鈴祭りが催されており、たくさんの風鈴の音色が夏の暑さに溶け込んで心地よい気分になりました。風鈴は古代中国では風に揺られて鳴る音が魔除け、厄除けになるとされてきました。これが日本に伝わり、平安貴族たちが家に吊り下げたのが風鈴の始まりだそうです。このように山の中腹の崖にへばりつくように立っているようなお寺は珍しいですよね。尾道の街並みや瀬戸内海の島々を一望することができます。今からお昼ご飯食べに行きます。お好み焼きに行きます。
広島といえばお好み焼きでしょということで、お好み焼きの麻生さんでランチです。私はここの目玉であるカリカリ焼きにエビをトッピング、主人はカリカリ焼きに月見ネギかけをトッピングしました。やってきました。見た目からして麺がカリカリしてます。月見ネギかけのネギの量、こんだけ惜しみなくネギをかけてくれるとテンション上がります。いざ実食です。食感めっちゃいい。本当に麺がパリパリカリカリしていて、ピリ辛の麺とソースがよく合って絶品でした。近所にあったら絶対常連になります。坂道の途中に宿泊のできる複合施設ログがあります。集合住宅として昭和38年に建てられたアパートをインドの建築集団スタジオムンバイが再構築。アパートの部屋数はもともと24個あったにもかかわらず、客室はわずか6室。面積の約半分をカフェやピローティー、庭などのパブリックスペースが占めるという贅沢な建物です。今回はカフェで一休みします。温かみのあるピンクの土壁に包まれた空間はおしゃれでどこか懐かしい。自家製のレモンケーキやオリジナルのドリンクをいただいて癒されました。ここは自然光を大切にしており、店内の明かりはできるだけ少なくしているそうです。お昼と夜ではお店の雰囲気もがらりと変わるとのこと。次回はログに宿泊してバーも利用してみたいな。全国初のサイクリスト向けの複合施設としてオープンした尾道 U2。 戦時中に建てられた海運倉庫を再生し、自転車に乗ったままチェックインができ、愛車をそのまま部屋まで持ち込めるホテルも併設してあるショッピングモールです。サイクルショップはもちろん、ツールドフランスのグッズなども売っていました。サイクリング好きな父にグッズを購入しました。他にも U2 オリジナルのショップグッズや瀬戸内にゆかりのある雑貨がたくさん取り揃えられています。ブラブラ見て回るだけでもとっても楽しいですよ。尾道 U2 でいくつか自分用にお買い物をしたので、また別の動画でご紹介します。柑橘系のドリンクや食品が充実していたり、レストランやバーも併設されています。美味しそうな牡蠣のオイル漬けも見つけました。施設の海側には木の板でできたボードウォーク、ここではたくさんの船が浮かぶ一面の海景色を楽しむことができます。今日のお宿は瀬戸内海に面した鞆の浦にある右輪亭おちこち。この宿の前身は江戸時代の籠湯といい、多くの文人に愛された歴史のあるお宿だそうです。昔の建築が保存されており、それを眺めながらロビーへ案内していただきました。チェックインの際は柑橘の緑茶や手作りのお茶菓子もいただきました。ロビーからは名所鞆の浦を望むことができます。ジブリ映画崖の上のポニョの舞台となった場所です。ポーニョポーニョポーニョ魚の子。チェックインの手続きが済んだら客室へ。どの部屋もオーシャンビューの露天風呂付きです。私たちは3階、スタンダードツインルーム。襖を開けると目の前に海が広がっていて、太陽と反射して眩しいです。入って左側はシモンズ社製のベッドとマットレス、一人でゆったり寝られるサイズです。右側にはライティングデスク、そして手引きのコーヒーセットとお茶菓子も用意されています。コーヒーはオリジナルの塩待ちブレンドです。冷蔵庫の中にも旅館からのサービスということで、お水の他にアルコールや柑橘ドリンクなどをいただくことができました。チェアでくつろぎながらお部屋の中からも瀬戸内海を眺めることができます。窓からの景色はとても絵になるので、ぼーっとしていたらすぐに時間が経ってしまいそう。シーサイドデッキに出てみると、さらに綺麗に海と正面の弁天島、潜水島を一望することができます。奥の方にある潜水島へは遊覧船に乗っていくことができます。
1000人も酔ってしまうほど美しい島だそうです。パワースポットにもなっているそうですよ。今回私たちは行けませんでした。お部屋の左奥、ベッドスペースの隣に洗面所があります。蛍光灯ではなく間接照明で落ち着いた空間になっています。洗面台の両脇には男性用にポール・スチュアートのヘアトニックやシェーブローション、女性用に雪肌精のクレンジング、化粧水、乳液がボトルで備え付けられています。その他ナチュラルスキンケアブランドのタンのシャンプー、コンディショナー、ボディーソープも揃っています。電源が2つあるのがとっても助かる。歯ブラシ、ヘアブラシ、ヘアゴム、カミソリなど一通りのアメニティも綺麗な箱や袋に入って用意されていました。洗面台の隣は洗い場になっています。露天風呂に入る前にこの洗い場で髪や体を洗うことができます。洗面台にあった持ち帰り可能なミニボトルの他に、洗い場には備え付けのボディーソープ、シャンプー、コンディショナーも用意されています。そして楽しみにしていた露天風呂です。先ほどのウッドデッキに露天風呂がついています。正面と右側の扉を開けると海を見渡すことができます。食事の前に早速汗を流して気持ちよかったです。バフー。鞆の浦から仙酔島へ渡る平成いろは丸、坂本龍馬率いる海援隊が乗り込んだ蒸気船いろは丸がモデルだとか。旅館の食事処で海を眺めながら夕食です。暑い中いろいろ歩き回ったから疲れた、お腹減った。献立は広島をはじめ瀬戸内海の食材や旬の野菜を使った美味しそうな和食のメニューが並んでいます。鞆の浦の名物はタイなんだそうですが、締めはこの旅館の名物のタイ釜飯です。ご飯もデザートも全部食べられるようにお腹空かせました。冷菜、グラスに入っているのが三原だこの湯引きに生姜酢ジュレがけ、お皿には鮮やかな夏野菜が並びます。オクラ豆腐や翡翠ナス、ヤングコーンなどにあんずや冬瓜のソースを絡めていただきました。お造り、地アナゴの薄造り。アナゴのお刺身は珍しいなと思ったのですが、コリコリした食感と上品な美味しい味わいに驚きました。タイガサネ、しっとりとしてタイの旨味が凝縮されています。イサキの焼き霜、油が乗ったイサキに塩をつけて食べると最高でした。窓の向こうにかわいいかわいい猫ちゃんが遊びに来てくれました。おいしいご飯を食べていることに気づいて様子を見に来たのかもしれません。あなたも今夜おいしいご飯が食べられますように。旬の一品料理、アコウの煮付け。西の方では冬のフグ、夏のアコウと言われているぐらい風物詩的なお魚だそうです。油が乗っていて根野菜にもよく合いました。おしのぎ、煮アナゴの小袖寿司とウニ寿司。煮アナゴのお寿司は巻いている広島菜が良いアクセントに、真ん中の棒はパリパリの白板昆布。瀬戸内ハモのしゃぶ鍋、こちらも夏の風物詩。お刺身でも食べられるくらい新鮮なハモを贅沢にしゃぶしゃぶにしていただきます。余談ですが、あしらいのわかめもめちゃくちゃ美味しかったです。昆布の出汁がグツグツしてきたら、ハモをしゃぶしゃぶしゃぶ、身がくるんとしたら特製の梅肉ポン酢につけていただきます。うん、身がプリッとして美味しい。和風ローストビーフ、柔らかいお肉と夏野菜を新じゃがコーンソースと山椒ソースでいただきます。名物タイ釜飯、タイがゴロゴロ入っていて贅沢な釜飯。普通に食べた後、だし茶漬けにして食べるのが最高でした。次回は旅行2日目、快晴の中、しまなみ海道を車で渡りました。レモンの産地でもあり、島丸ごとアートな生口島、八朔や海賊で有名な因島、映画のロケ地にもなった向島など、見どころたくさんなので、ぜひご覧ください。動画制作の励みになりますので、この動画がいいなと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。